さあ今日はですね、佐久間一行という生物の生態を解剖したいと思います。よろしくお願いします。いやいやいや、そういう入りなんですか？ね、何度か見させていただいてますけど、はいはい、今日のゲストは佐久間一行さんでーす、そういう感じでしたけど、今日はそれとは違うんです。あなたを解剖するために今日は来ていただいて。うわ、解剖とかちょっと苦手です。え、開きたくないです。なんか、いや、開かしてもらいます。そういう回なんですね。私の見立てでは、はいはい、吉本、はい、本当1、2、3を争う、はい、強人、文字的にははい、クルーの方です。はいはい、なんでしょうね、そんなことは自分ではないと思うんですけど。あ、そうですか。はい、もう今おいくつになられたんですか？46です。46歳、はい、どこに生息してるんですか？生息は都内に。もともとは？あ、もともとは茨城県です。茨城で、はい、っていうのは、はい、これを見て育ったんだろうなとか、はい、全くこう見えてこないじゃないですか。ああ、そうなんですね。はい、はい、幼少期はどういう感じなんですか？幼少期は、最初明るくて保育園に通ってたぐらいが明るくて。え、ちなみに家族構成？家族構成は、父母で自分で妹です。あ、はい、で幼稚園行って、幼稚園明るくて、保育園行って明るくて、ザリガニとか追いかけてバーってやってて。でもその頃はまだ普通だもんね。みんなザリガニを追いかける世代だもんね。はい、はあ、小学1年生から、はあ、あんまり記憶はないですけど、なんか暗くなっちゃって。それはこれがっていう理由があったわけじゃなくて？はないんですよ、自分の記憶はないんですけど。で、髪の毛をめちゃくちゃ伸ばして、あのゲゲゲの鬼太郎みたいな、もうこっちしか出してないぐらいこう暗いというか。それは自らそういう風にして、なんかそういう風になったんですよね。なんかじゃあお父さんお母さんは、あれ、はい、幼稚園まであんなに明るくザリガニ追いかけてた子がっていうね、はいはい、かもしれないですね。でもそのことに何か言われることではなかったよ、別に。はい、お父さんお母さんから。はい、なんか衝撃的で覚えてるのは、その時学校の先生が授業参観で親も来てるのに、なんかこのクラスで一番暗いと思う人みたいな、なんか変な質問をして、他の生徒たちが佐久間くんです、佐久間くんですみたいな。今やったら大問題、大問題と思います。なんかそんな質問あって、より何この質問と思って、めちゃくちゃこうなっちゃって。絵を描くのはずっと得意というか好きで、もうずっと小さい頃から描いてて、で小学2年生の時にテストの時間に余ったスペース、余白に早めに問題が解き終わったから、その当時流行ってた筋肉マンの絵を描いたんですよ。筋肉マンの絵描いてめちゃくちゃうまく描けたな。でテスト回収します、後ろから回してください、で一番後ろだったの、で回してくださいで、トントントンってなってる間に、うまい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 、誰描いたのって振り返って、お前かーみたいになって、そのまま休み時間に入って、みんなから描いてくれ描いてくれ、筋肉マン描いてくれって言われてから、パーって明るくなってきて、髪の毛もさーって上がってきて、そっから明るくなったんですよ。あ、じゃあ筋肉マンと画力が助けてくれたんや。はい、まあ今でもこうやって自分でこうイラスト描いたり実写にしたりしますけど、フリップのネタもやってますけど、めちゃくちゃ絵に助けられて。あ、そっから始まってんのや。はい、ほんでそっからは我々が、はい、普段見てる佐久間一行になるのですね、多分。そうですね、その短い2年ぐらいは何やったのかな。それが本当に俺も記憶はなくて、なんでそうなっちゃったかが分かんないですよね。はい、で何が勝手に解決してくれるかも分からへんし。はい、はい、それで、はい、そっからもずっとその友達を笑かしてんの？そうですね、まあ笑かすというよりは絵を描いて楽しませるみたいな。ただその絵を描いて楽しませる中にも、めちゃくちゃいいのを描けたぞ、ロビン・マスクというキャラクターが、タワーブリッジっていう技を相手に描けてるので、プロレスラーなんてこうなんかブリーフというか黒い、こうなってるのがめちゃくちゃうまく描けた、と思ったら、その 悪いこというかちょっとやんちゃな子が、その絵にここに継ぎはぎみたいな絵を足されちゃって、それでまた少しガグーってなったり、なんでこんなことするんだろうと思って、嫌だそういう人とかいうのがあったりして。そういう積み重ねでこの優しさが生まれてきてんのかな。あ、そう、それは絶対だから自分がやられたことはやっちゃいけないとか、はい、そのもう1ミクロンも毒っ気ないやん。あ、そうですか。ネタに、あ、全くないやん。ありがとうございます。たまに仲のいい後輩の菊池嘘つかないは、佐久間さんは小学生が持ってる純粋すぎる残酷さを持ってるって言われてた。
虫を小さい頃バーってやっちゃったりとか、はいはいはい、あれが今でも佐久間さん無邪気に人を傷つけてる時もありますよって言われる時もあります。ああそう、はい、自分のそれは分かんない時があるんですけど。へえ。で中学入ります、はい、それはもう普通の公立の中学。そうですね、普通の中学校に入って、そこ結構まあ、当時の時やんちゃだったんで、茨城県で、で不良の方が多かったですね。それこそ綾部とかあの辺、綾部はだいぶ東京寄りなんですよ、茨城県でも。あ、そうなんですね。はい、南の方というか。で、その当時関東連合とか、その結構暴走族とかが多くて、めちゃくちゃ怖い学校で、テニス部だったんですけど、テニスの練習してたら、急に不良が入ってきて、俺にもやらせるやみたいな感じが入ってきて、で、この相手のラケットを取って、自分がやってた相手のラケットを取って、俺にやらせるや。で、ポーンってきて、で、打ち返すじゃないですか。そしたら、何打ち返してんだよって、わーってきて、そういや、それ楽しいと思って、打ち返すでしょって。こういうことやる人嫌だーって。嫌だーって、こんなの絶対にやっちゃいけない。逆に打ち返さなかったとして、絶対怒るじゃないですか、だって。お前返すこいよってなるじゃないですか。何これと思って。その頃はテレビを見てんの？テレビを見てますね。ドリフターズとか。ああ、もうお笑い芸人になろうっていうのは思ってんの？なんかちょっとお笑いっていいな、明るくてと思って。でも高校出たら絶対入るぞとか、そういう覚悟ではない。そこまでの覚悟ではないです。ああ、で中学校で人並みに、はい、まあ、嫌なこともされながら、はい、でも楽しいところを見つけて、はい、それこそまだそこでザリガニとかを追いかけてて。中学でザリガニってちょっとあれ何あいつってなるよね。もうちょっとだけです。みんながあの映画の話とか、CD の話とかに興味を持ち出す頃に、まだザリガニとかが好きすぎて、カブトムシとか好きすぎて。フォルムが好きなの？フォルム、そうですね、フォルムめちゃくちゃかっこいいとか、あとまあどんだけね悲しいことがあっても常にこういうふうにこう見せていてくれるっていうね。それはさ、やっぱ後付けやん後付けやけど、はい、どっかでそういうふうに思ってんの？いや、なんか、まあまあフォルムが一番、とにかくかっこいい。小さい頃、かっけーカブトムシとかザリガニって言って、あれが今でもずっとあるっていう感じです。それが大体思春期ぐらいに取れてきて、はい、違うものにかっこよさを見つけるやん、はい、それは見つからへんかったんや。で、その時、中学校の時、ティーボランにグッてハマって。そうやね、それも不思議やね、はいはい、むちゃくちゃ好きやもんな、はい、でも、継続してティーボランが好きになったからザリガニとかが離れるわけでもなく、継続してるんですよね。ティーボランとザリガニが二巨頭なんや。二巨頭で継続してるんですよ。ほんで一回なんかショックだったのは、いつもの通り友達ん家遊びに行って、それこそ誰々くん遊ぼうっていう時代ですから、行ったらそのいつもの友達、ザリガニ取り行こうみたいな、行ったらその友達の家に先輩が来てて、先輩がガラガラって窓から出てきて、もうザリガニとかそういうことやらないから、もう映画見て楽しんでるからって言われて、バンって断られて、それもショックで、え、何これと思って、俺はもうなんかそういうのじゃないんだとか。向こうは大人の階段一歩上がってると、はい、それもショックで、ほんなら俺もってなる子もいると思うけど、はい、そうならへんかったんや。ならなかったですね。ほんで高校行くやろ、はい、ほんで、まあ、高校はわりかしそうですね、普通に自転車通学で往復24キロ通って。おお、通うねこれめちゃくちゃ通いました。お1時間目とか夏とか、もう体力の回復で終わってましたから。そやんなでまた帰りもある方だな、はい、それこそもうティーボラン南極歌うなそう、ほんとそうですの、はい、それもなんか通学のなんかいました、またやんちゃな子たちが自転車通学で田んぼの一本道でもう逃げられないですよ。田んぼのもう見渡しがいいところのめちゃくちゃ長い田んぼ道、そこしか通ることない。で向こうはまた6人ぐらいの道幅全部狭めて、こういう乗り方でカマキリみたいな、こういう自転車乗って来て、毎日すれ違うんですよ。ほんでもう下向いて、おい今日もだみたいに言われて、いやすいませんって言って。違う学校の子。そうなんですよ。ほんでもうそれも嫌だなとか思いながら、でも学校行くにはその道しかないしないとか思いながら、それも繰り返してやったりとか、でも負けたくないとか、変にルートを変えるのはなんか嫌だっていう気持ちもあるんですよ。その芯の強さはあんねや、はい、その時にまたザリガニ好きの。ザリガニ好きです。その田んぼの道もいないかなっていうのはやってます。ほんでその時の家にはザリガニはいんの？ザリガニはいます。飼ってるの？はい。その時親に教えてもらって、タナゴ釣りっていう、小さい川魚がいるんですけど、そのタナゴ釣りも教えてもらって、タナゴも好きでした。はい、ほんで、まだそんなにお笑いが出てきてないよ。はい。で、高校2年の時に、
はい、同級生が、NSC っていうのが東京にできたよって言って、何それ、吉本がそういう学校を作って NSC っていうのができたよ、俺やりたいんだけど一緒にやってみないって言われて、でその当時はもうドリフあって、そのまま高校の時にダウンタウンのごっつい感じがもうみんな見てて、俺も大好きで、これめちゃくちゃ面白いと思ってやってみたいって思ってたんですよ。今やりたいことはない、一番やりたいことがあったらそれと思ってたんで、あ、じゃあやってみる、うん、ほんで高3まで行って、はい、卒業して、はい、友達と入るの。友達と入るんですよ。コンビだ。最初はそうなの、はい、おう、でも親は大学行かせるためにお金貯めてて、当時茨城県でそういう芸能というか信じられないみたいな、うん、何やんの、うん、ってそんな慣れるわけがない、うん、ってなって、親とめったに喧嘩してるの、そこだけ喧嘩しちゃって、はい、そのやっぱどんだけヤンキーがいても持ち帰えへんみたいな芯の強さがそこでも出んねや。そうですね、確かに初めて親に抵抗して、1階と2階があって、で喧嘩してるからあんまりもう1階の親がいるところにはいなくて2階にいて、そしたら妹がなんか伝達が来るというか、お兄ちゃん、お父さんお母さんがお兄ちゃんが東京行ってもダメだってまた言ってたよみたいな、そしたらチキショーみたいな、そんなわけないみたいな、で階段ダダダダって降りてて、俺はやるんだよ、東京行ってやるんだよって言って、ちゃぶ台をひっくり返そう、ほんと晩酌してるお酒のガーってやろうと思ったんですけど、でも親が好きなのもあるし、だってこんなことやりたくない、でも悔しいって言って、いろんな感情が入り混じって、本来はガーンってやりたかったんですけど、うーんぐらいで、なんか乗ってた味噌汁がこうなってこぼれないぐらいのそれがロビン・マックス君に継ぎはぎ書いた子とか、テニス打ち返して、お前ってこんなことはダメ、こんなことはダメっていうのがあるから、それが唯一初めて親にわーってなった時でしたね。ほんでコンビで入る、はい、どうなの、なんか入った誰がいるの、後の同期は本当ガリット中、熊田正志、今新喜劇で千葉公平、熊田だ、もうほんま吉本の強靭二巨頭がここにいるやん熊田さんも一個のことずっととか、俺もワンツーだと思ってるよそうですか、おう、いや、そこで、まあ、熊田さんにも出会 う、 おう、で、もともと2人で入ったんですけど、これも運命的なんですけど、なんか吉本の面接で、うん、なんか10人ぐらいずつ、うん、次の10人、うん、次の10人ってこう入っていくんですけど、うん、コンビで行ったのに、自分の一緒に来た人は、おうおう、10番目、自分は11番目でずれたんですよ。コンビですか、いや、さっき1個前の人にいた、ああ、なんだそれ、なんだそれみたいになって、であと、面接の方が1人怖い人がいたんです。ほんとなんかコントみたいな、なんか5人ぐらいいて、みんなスーツの方がこうやってどうぞとか、どういう風な芸人になりたいんですかとか言って、一番最後の人だけ全員全身黒の革のここに長机あって、そこにこうやっていたんですよ。ほんで怖すぎて、何これと思って、で終わってから相方というか先に終わって待ってたんで、どうだった、怖かったな、あの人って、そしたらあんな怖い人がいるんだったらもう入りたくないって言って、面接終わった段階でもうやらないって言っちゃったんですよ。おう、で俺は親をこんな風にしてまで説得したから、やらないわけにはいかない、おう、俺は一人でも入るって言って入ったんですよ。はあ、またそこでもうこの心の強さが出んねや。はあ、なんか革ジャン怖いけど俺の道を変えるわけにはいかんと、こんな革ジャンぐらいで言ってられないと思って、ほんでやりだしてもうすぐ出んの世に。あ、いや、でもあ、わりかし最初きっかけは早かった。早かったよな。あ、ありがとうございます。もう一番覚えてるのは笑いの時間です。もうで、松本さん、はい、今田さん司会で、コンビ名暗記バトルみたいな、はい、まず10組1分ネタやって、その後ランダムに出演しますので、コンビ名覚えてるでしょうかみたいな、その時コンビ名っていう一応企画だったんで、本名じゃない方がありがたいですみたいな、でその時サックマンっていう、まあ一応仮でつけてサックマンとしてやったんですけど、そしたら松本さんが、いや、サックマンおもろいなって言ってくれたんですよ。それでずっとごっつい感じで見てたら、あ、すごい嬉しいと思って、それが本当最初の2年目とかだったんで、あ、すっごい嬉しいと思って。サックマンって言うてたな。はい、おう、はい、それは結構今でもずっと頑張れてる要素の一つですね。もう、あの、見てた人に面白おもろいなって言ってくれたっていうのが、どんなこれがあっても、いや、言ってくれたっていう。ほんでその言葉を信じて、はい、でずっとやった、はい、ほんで、R1 が何年目、はい、R1 が14年目ですね。14年目、はい、それまでも結構よくチャンスは3回っていうんですか、自分の中では最初跳ねるの扉が最終オーディション最終選考残ってたんですよ。
で落ちてしまって、うわ入れなかったっていう1回目があって、でその1年後に TBS で B1 っていうなんかロケの番組があったんですよ、うん、それがロバーと自分、うん、でピースの又吉の前のコンビの線香花火っていうがいて、それも1年ぐらいで終わって、うまくこういけなかったかなと思って、でまたさらにその1年後ぐらいにメンビーっていう日テレのなんか深夜番組で羽根の扉みたいなコント番組ができて、それにも入って、でそれは結構長く続いた、1年半2年ぐらい続いたんですけど、まあ、終わってしまいっていう、でそこからしばらくは、まあ、NHK のオンエアバトルとか、エンターの神様とかちょっと出させてもらってとか、だんだんなんかそれふわっそういうふうなのが なくなってきて、で14年目ぐらいにそろそろ何かしらこうちゃんとした結果がないと続けるのは難しいかもなって思ってたんですよね。その時に R1 があってみたいな、はあ、同期の阿部浩二さんが前の年優勝してて、そうや、そうなんですよ。これもまたなんかその悔しい要因というか、ずっとあの安倍作って言って一緒にずっと言ってたんですよ。やってたな、はい、で安倍さんの方がピン芸人歴は遅いんですよ、うん、カンバスっていうコンビ組んでて解散してピン芸人になって、自分の方がピン芸人を先にやってたのに悔しくて、決勝常連、自分はずっと2回戦とか行けても準決勝までとかって悔しくて、ずっと悔しい思いしてた結果、結末が安倍さんが先に優勝で、2010年で、それが決勝の日って、要は、エントリーしてるんで全部仮押さえになって、決勝の日がスケジュール開くじゃないですか。で前の日大阪にいて、明日決勝で、そっかそこのままスケジュール空いてるなと思って、で安倍さんもう一緒にいるから感覚で分かるんですよ、優勝しそうだな今年の感じ、うん、と思って、仕上がってると、はい、でうわ見たくない、もう悔しすぎると思って、そうなんや、で大阪にいて、でなんか知らないけど神戸の港に、神戸って一回も行ったことないなと思って、午前中に神戸行って港行ってぼーっとこう海を眺めてて、あれこれ途中から逃げてるなと思って、なんか現実から逃げてるなと思って、ちゃんとそのおめでとうって言えない人は、自分もおめでとうって言ってもらえる日は来ないなと思って、神戸ダメだこんなとこ行っちゃいけないと思って、新幹線で東京戻って、夜の神事みたいな神戸ダメだ、はい、で夜の生放送に自宅に間に合って、で安倍さんの優勝を生放送で見ておめでとうございますと思って、で次の年に自分が優勝できたんですよ、はい、そうなんや、はい、あのさ、でもあの名作、移動、はい、あれはさ、どういうとこから作っていくの？あれはめちゃくちゃ偶然というか、あれもその R1 で阿部さんが優勝しました、うん、その半年間はもう、まあ、おめでとうとは言ったものの、悔しすぎてあんまりテレビ見れないとか、ネタ作りも起承転結しっかりしたものとか言って半年間やったんですよ、うん、でそれやった結果、もうパーンってこう弾けちゃったというか、なんか何これやりたいこともそもそもやってないし、そもそもが R1 が自分が芸歴始まる時にはなかったもの、 R1 の方が後輩じゃんと思って、なんで後輩にこんな振り回されてるんだ人生をと思って、なるほど、もう知らない、好きなことやるから、好きなことやるから選ぶなら選んでくれっていうメンタルになったんです。の時に井戸のネタがまあパーンってできたんですけど、そしたら逆に選んでくれるというか不思議なまあ縁なんですけど、で井戸はビーズのコンサートに行ったんですね、でっかでっかちゃんとなんか一緒に来ようって言っていただいて、でその時に井戸が出てきたんですよ、ステージに。まず、はい、誰にも言えねえっていう歌があって、歌の途中に井戸が出てきて、誰にも言えないことをその井戸の中に覗き込んで、でこの中にカメラあって、横のモニターにその井戸場さんが、まあ実はこんなことはしてますみたいな、でわーみたいな、で曲に戻るみたいなっていう演出があって、なにこれと思って、ビーズなん井戸のまず最初は、はい、ティーボランどこ行ってんいやそれまでってこう別で、まあ、見に行って偶然そういう演出見てみたいな、おうおうでなんかこのパロディを単独ライブでやりたいと思って、ルミネの美術さんに、井戸を発注したんですよ。おうおうおう、でも待てよと思って、まず振りの映像を流さなきゃマジ何のこっちゃ分かんないし、どんだけモノマネしても受けようがないよな。どれだけ大きいところでやってる言うたって、それのライブの1シチュエーションをパロディでやったって、はい、だからあれも分からへんわな、はい、でうわやっぱり難しいわと思って、ルミネの美術さんにすいませんやっぱあのコントなくしますって言ったら、もう立派な井戸ができてて、うわこんな立派な井戸
ちょっとなくなりましたとか言えないなってなって、無理やりもう井戸のネタ作んなきゃってなったのが単独ライブの3日前ぐらいで、で無理やり井戸だ、井戸でなんかネタ作んなきゃ、井戸といえばまあお化けだな、でお笑いだからまあ貞子じゃないけど、で、お笑いだから怖いのから明るいこの環境だなで、明るい音楽ないかなみたいな、最初はなんかパラパラみたいな、ああいう音楽流して出てきてみたいな考えてたんですけど、なんか昔やってたゲームのサントラで、あれなんかいい音、陽気な音楽あった、あれだ、あれに合わせてやろうと思って、単独ライブ当日はほぼアドリブで音楽に合わせてなんか喋ってたネタなんですよ。そしたらそれが一番ウケて、でアンケートも全部一番で、偶然見に来てたレーザーラモンの同期の RG と、ポコさんっていう元 B コースのもうそれ見てて、なんだこれはって言って、それをもう絶対ネタ詰めた方がいいって言われて、でその半年後 R1 があって、それまでにネタ詰めてってっていう感じですね。はあ、そうなん、はい、あれじゃあ何かのゲーム音楽かな。そうなんですよ。あれリズムどんなんだっけ。あの井戸の中からじゃなくて、井戸自体が俺さざここまでは出れるけど、これ以上は出ないシステムさ。おうおうおう、それも井戸作られたからアドリブでやったんや。はい、だからなんか分かんないものだなって思いました。おもろい。ああ、いやいや、ほんでさ、はい、さっきもう一個さ、はい、かたくなに、はい、何をそんなにっていうぐらい下ネタあかんねやろ、はい、ああ、なんか、なんでしょうね、自分から発したくないっていうだけですかね。その人が言ってて、わーってなったら全然よくて。あ、それはやろ、はい、その場にいるのも嫌じゃないの。ああ、いる場は確かに、あんまり自分に繰りかかってきちゃうと、なんか、みたいなことになっちゃうというか。これもなんか不思議やんな、はい、絶対あかんねんな、下ネタが。なんか、まあ家族でテレビ見てるときに結構そういうの気まずくなるじゃないですか。なんかあれになってほしくないなっていうのもちょっとあってとか、はい、なんか最初からそういうのをやるって言ってやる番組はいいんですよ。テレビつけてもらわへんかたいからな。はいはい、そうそうなんです。なんなら望んで見てると思うんで、逆にそのそういうのを見る予定じゃなかったのに見ちゃうのがなんかすごい嫌だなっていう。突発的下ネタがもうあかんねや。あ、そうかもしれない。見てる人が困ってる人がいるかもわからんって。はい、すごいな。最初からやりますは全然いいんですよね。そのはいはい、プライベートも全く見えんもんな。今もザリガニ飼ってんの。今はその卵っていうの飼ってます。ザリガニは今飼ってないですね。なんか一時めちゃくちゃ赤と白飼ってるよ。あ、とかありました。ピークは200匹飼ってる時もありましたから。もう、はい、今もザリガニは離して、はい、卵ザリガニがまあ亡くなってしまって、まあそんなすぐに亡くなったから次のっていうわけにはいけずに、うん、はい、で卵は好きなんで。ほんでさ、まあそれこそ言いたくなかったですけど、はい、独身やん。あ、そうです。はい、彼女はいいの。彼女はいないです。もうそれずっといいの。あ、そうですね。見たこともあって、ああって、はいはい、いや、すごいいいです、嬉しいです。なんかその感じというか、あのグイグイ来る人が苦手で、どうな、それはどうなとか言うと逆に言いたくないというか、なんかこの優しいとなんか言いたいそういうシステム。あここまでは、これ以上はなんかいろいろ考えすぎちゃった結果、いろんな遅くなってんのかなとか、結構考えすぎな性格もあるので。例えば、はい、明日丸1日休みです。はい、どうするの。あ、それは結構釣り行っちゃいますね。あ、そう、はい、それ一人で行く。一人で行きます。結構琵琶湖の方とか一人で行ってレンタカー借りて、うん、釣りやってとかやってます。はい、あ、そう、はい、関西の海が好きなの確かに行ってますねそれも一人がいいんですよね。なんかそのみんなで行こうって、あ、そういうことではないっていう。あ、そうなんや、はい、なるほど、はい、熊田先生とも仲いいの。あ、そうですね。だから年齢が上なんで、熊田さん熊田さんって言っちゃうんですけど、うん、たまにご飯行ったり、あと定期的に花粉症の時期になったらお互い花粉症なんで、今年はどうだいとか来たりするみたいなで、今年花粉症終わるの早くないみたいな熊田さんから来て、いや俺も治りました、今年終わるの早いですねって返したら、最後オーケー、さっくんに花粉のことで LINE するのはこれが最後ですって急によくわかんないそのなんかシャッター下ろされる、なんか急にシャッターガーって下ろしたりとか。さっくんはお酒飲むの。うわ、ちょっと飲みます。はい、でもしタイムがあれば。あ、ぜひ、はい、ぜひ、はい、いや面白かったわ。 ありがとうございます。いや、そっか、いろんななんか何の話をするんだろうなと思って。いやいやいや、はい、忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。